実際にこの撮影の最中もそうでしょうし、そして、まあ、次々と岩井さんが、まあ、まさにオーディションで選んだ春さんが女優としても大きな実績を残していきますよね。実際に岩井監督からご覧になっていて、その女優としての春さんの様子というのはどんなところに改めて撮影中才能を見出されました？そうですね、本当に僕が出会った時ですでに野田秀樹さんに見出され、蜷川幸雄さんに見出されっていう状態ではあったんですけど、それから、まあ、山田洋次さんとかベルリン映画祭とかすごいとにかくもう見出され続けるというかですね、これ本当に山田洋次さんとお会いした時に春ちゃんの話になって、もうなんか持ってるとしか言いようがないですよね、ですよねって話をお互いに山陽さんとしたことがあるんですけど、そのぐらいなんか持ってるとしか言いようがないですよね。これ持ってるってどういう星の巡り合わせなのか、自分の力なのかね、すごい。でもなんかやっぱりこうどっかすごく愛されるものを天性のものとして持って生まれた子なんだろうっていう気はして、やっぱその力っていうんですかね、やっぱり映画のスクリーンによくあるんですけど、普通の女の子、今回は普通の主婦なわけですけど、普通の主婦なら本当に普通の主婦で、普通の主婦をオーディションして、まあそれで映画作ることもできるんですけど、なかなか2時間3時間お客さんの気持ちをこう引っ張り続けるっていう、なかなか難しいんですね。まあ、むしろそのためにこそ女優というものがいて、まあ大きなスクリーンの中で普通を装いながらいろんな役を演じる、まあ、特別なタレントが必要なわけですけど、まあその中でも何かこう そういう女優にとって一番大事なものを持ってるからこそなのかなと思ったりしますけど。実際に実写の長編は花とアリス以来ということで、はい、やはりこの、まあ、震災後といった括りが適当かは分かりませんが、この5年間日本が直面している課題というのも、目の前の大きな権威が大きく崩れていったりとか、今回の映画で描かれているような目の前のものをどこまでこう信じていいのかと、真面目に生きているだけだとここまでいろいろな不幸に襲われるのかという、胸が詰まるような思いで見ていたんですけれども、岩井さんはどういった、まあ、眼差しで今回の作品を作ろうと思われたんですか？そうですね、まあやっぱり今の日本っていう中で、まあみんなが、まあ、震災後、まあ、いろんなことが多分あった中で、みんながこういろんなこう日本と、今までの日本と違う日本の、まあ、雰囲気だったりムードだったり、まあ、景色だったり、まあ、なんかこうなんかもやもやとしたものを持ってたと思うんですけど、まあ、そういう今までなんか信じてた社会世界が、まあ、崩れ始めた中で、そのもう本当に転がるように、まあ、転びそうになりながらこう走る主人公が一体誰と出会ったら幸せに、本当の幸せが手に入るのかっていう、まあ、そういう物語なんだと思うんですけどね。本当の幸せ、本当の幸せとは何なんだろうっていう、なかなか誰にも分からないんだけど、なんかそれって何なんだろうというのが、まあ、僕の中での探求でもあったし、まあ、そういったものを、まあ、こう映画にしたのかなと今は思いますけどね。いや、映画の中ではまさに今のソーシャルメディアが抱えている問題もそうですし、いわゆるこう格差貧困のような問題もそうですし、いろんな社会問題を、まあ、まさに当事者として春さんは演じていくことですよね、なりましたよね。春さんはこの舞台設定についてはどのような思いで臨まれたんですか？なんか本当に今っぽいというか、私自身はそんなに利用してるかなって考えてみたんですけど、よく考えたら LINE とかでよく友達とかあるし、こう、まあ、目に見えない、直接見えないものをどこまでこう信用して飛び込んでいったりやめたりとかするのかって、それって結構自分自身がものすごく何かを持っていないと
簡単にこう流されていってしまうものだなって七海をやりながら思いましたし、でもだからこそあの真城さんに会えたりとか自分の中で人との関わりを見つけていくっていうことができたなと思うので、なんか本当にどういうふうに向き合っていくかなんだなって、人に対してもなんか何かに対してもって七海をやってて思いましたね。春さんご自身は現実の社会で世の中っていうのは結構注意深くご覧になってるんですか？騙されたとかそういう経験があったりとか、騙されそうになったとか、ね、騙されたとかはないですけど、はい、あでも私は田舎の出身なので東京に出てきた時はずっと東京は怖いところだって思ってたんで、でも、はい、住んでみるとそんなに変わらないなとは思いますけどさあそれではフォトセッションに参りたいと思うんですが、実はですね3月14日が黒木さんのお誕生日ということで、岩井監督がお誕生日のプレゼントを用意してくださっています。プレゼントをどうぞこちらの方にお運びください。素敵な絵画なんですね。監督、こちらの絵はどういう絵になるんでしょうか？これはですね、漫画家の石田水さんという東京グールという漫画を描いて、描いてる方が描いてくださった、わあ嬉しいです。はるちゃんです読んでます東京グール。こんなに美人じゃないかもしれないけど、ね、嬉しいです。実を言うとその石田水さんよりコメントを頂戴しておりますので、私が代読させていただきます。黒木はるさんへアカデミー賞2年連続受賞、そして26歳の誕生日おめでとうございます。黒木さんはドラマリーガルハイでのご活躍で初めてお姿を拝見したのですが、その独特な存在感は今も脳裏に刻まれております。見ているうちに自然と引き込まれ目が離せなくなるような不思議な女優さんだという印象を感じておりましたが、この映画でさらにその感覚は強まったように思います。お忙しい日々を過ごされているかと思いますが、これからのますますのご活躍を心より応援しております。漫画家石田水、追伸岩井俊二監督へ猫冠が欲しいです、はい、改めましておめでとうございます。あすみません、 ありがとうございます。はるさん、今のメッセージと、はい、そしてこちらの絵をご覧になって、はい、あすごい嬉しいです。ちょっともうちょっとずつ頑張ろうと思います、はい、東京グールは読んでる？あ読んでます。はい、面白いよね。面白いですよね僕も思いっきりハマって、18日が最新刊が発売されるんで、はい、いや買わなくちゃいけない、もうワクワクしてますけど、はい、あ猫冠を渡さないといけないですね。そうですね、ぜひぜひ、はい、